今回は無職転生のアニメ2期第8話を完了した人の反応を紹介します。魔王ってどのくらいのレベルなんだ？7大列強より強いのか？そこまでではない。だがしかしアニメでは10年後くらいなりそうだが期待して待て。そうなのか。ヘルクといい魔王がなぜか中ボスレベル。あれ？友人に驚くとこカットされたな。オルステッドに傷をつけたの知って、ならそれで攻撃してみろって流れだったのにカットされたな。あとはオルステッドと対峙して生きていられたのか。ってのも、そのシーンあっての今回は集中できるってセリフだったのにな。あの時はとっさにってセリフと直前の友人の反応があったから普通に伝わったけど。え、なんで勝ったのに殴られたかわからん。ちょっとイラッときた。そりゃやられっぱなしじゃイラッとするじゃん。傷つけたらお前の勝ち。かっこ反撃しないとは言っていない。予想以上にダメ食らったから意趣返しかな。魔王が転校生。もう主人公だろ。教師かと思ったら、どういうことなの？いや結構面白いな学園編。旅してる時よりは好みかも。学園キャラを着々増やしてんな。学園編が普通に面白い件について。魔王が学園に入学するのはよくあることだが主人公と別枠で入ってくるとは。このクラス人材集まりすぎやろ。絶望の婚約者でギャグ界だと思わないよね。魔王の地位って一体。魔王が魔法の何を学びに来たのさ。ルビの人脈すごいことになってるな。この柱に隠れてた子は何だったの？来週、ユリ枠、エリスの同門のライバル。いやしかし学生編平和で安心するな。いや、無職転生で他のダメななろうと違い、一期後半とか特に毎週お辛くて心を締め付けられたんだが、学生になってからすごい平和だしエロい。これからお辛くなるのかしら。しかし実の母親ほったらかしで、ノウノウと学園生活満喫できるのすごいな。母親は居場所わかったし、パウロが向かってるって話じゃなかった？回を増すごとに面白くなっていくな無職転生。意味がわからないんだが腕6本は決闘に勝ったから婚約者になったってことなの？魔王がキシリカの婚約者なのはもっと前からだが。魔王ってラスボスじゃないのかよ？魔王は何人もいるぞ。魔人魔帝魔王とかそういうランク付けやろ世界観。突然ラスボス級のとエンカウントする運命にあるのかこの人。今回も唐突すぎ。前回はプルセナリニアとの掛け合いのテンポ最高だったのに。今回のムネモンデイのテンポ悪すぎるわ。ビッチエルフ三足落ちで笑ったわ。プライド高いだけの特別性かと思いきやそうでもなかったんだな。最大魔法ってあんなドリルなの？原作ではバーディがオルステッドと戦ったことにもっと反応していて、友人に傷をつけたことに驚愕し、それと同じやつを撃てと言ってきている。核みたいな魔術は周り巻き込みすぎてダメだし人に使うならストーンキャノンよ。クリフ界、魔王界、の2界に分けてやるべきだったな。いやテンポ遅いのが学園編の評判の悪い要因だったから、1階にまとめたのは英断。予想通り駆け足だったな。でもしゃあない。小説をまんべんなくアニメで表現したらどんだけ話数あっても足らんわ。実況で文句だけ言う人には、だったら24話に収めるプロット代わりに立ててみろって言いたいわ。オルステッドにかすり傷しか与えられませんでした。あのオルステッドに傷？じゃあ決闘方法はこうだな。みたいな流れならまだわかるんだが。そこはカットしちゃダメなセリフだったなぁ。あと杖技とゆっくり持ってきて衛兵が来る時間稼ぎしてるっていうのもカットされてたな。友人が地雷ワードってシーンもわかりづらかった。魔王の顔色とか雰囲気が急変したとかのシーン挟めばいいのに。下世話な小ネタばかりなのになんでこんな面白く感じるんだろうな不思議だ。ぶっちゃけカットできるなら最初の3話の話やと思うけどね。学園で一番大事なの七星だし来週に全力投球なんじゃろ多分。七星の声が滝名でよかった。バーディの声合ってないわすげえ違和感。最初にやられたワンコの隣にいた狼はなんか意味あったんか？おい、バーディがアディガルーデウスに、友人オルステッドにわずかでも傷をつけたのか、怖い顔で確認するくだり削ったらあかんやろ。エリナリーゼとクリなんとか先輩のやりとりをもう少しですね。クリフが本当にただの原作スピード消化でしかなかったなぁ。ザノバと並ぶぐらいの純メインキャラだし、もうちょっとしっかりキャラ見せておかないと後々影響でかいと思うが、
人が身より友人の方が強いのか。オルステッドって埼玉とか五条悟の立ち位置なんだ。埼玉みたいなもんか。あの世界本気出すと大陸消し飛ぶからルーデウスは弱い方。これ原作最後までアニメにするとして何年かかんの？進撃と同じくらい？今のペースだと1期ごとにクールだとしても6期まではかかる。1期ごとに2クールなら5期で終わるよ。今のペースなら全9クールあればいい。でもこの魔王最強ランキングでかなり上の方にいたけど。強いのは鎧の方だから。魔王って書くと強そうだけど、あの世界は新級、低級、王級、正級の序列があるから魔王も3番目。魔人？待てー、魔王の順なので魔王が魔族のトップとかではない。魔王に関してはちょっと違うぞ。強さの階級じゃなくて偉いかどうか。強さもピンキリで7大列強クラスもいれば、検定に勝てない防御に徹すれば勝負はつかないバーディみたいな弱い魔王もいる。ビッチと付き合った先輩。強いのになんでボコられてんのか不思議。クリフ先輩は接近戦が苦手なんだ。それに戦闘経験も少なく戦い慣れてない。ちょっとだけ出てきた青髪の美少女がすげえ気になるわ。エリスと剣の聖地で修行してる。エリスのライバルの剣聖ニナファリオンです。呪いのこととか全てを知った上で受け入れるとか、先輩良い男だな。嫉妬しまくりのフィッツ先輩可愛すぎやろ。ルーデウスの周りのキャラが濃すぎて、ルーデウスが普通の人に見える。クエスチョン。魔王ってラスボスじゃないの？嘘のアンサー。魔人マテイ魔王だから一番強いわけじゃないよ。カッコメソラシ。真のアンサー。正解。リニアのパンチラはなかったけど揉まれてめでたし。もしかして OVA でエリスとニナの話やる感じ？可能性大。ゴブリン討伐みたいにエリスサイドの話は得点になりそう。原作未読だがカットした部分はどうでもいいじゃねって思った。アニメの流れだけで十分。奴隷少女がメガネ王子に懐いてるのが可愛い。原作だと実質ラスボスだったよなこいつ。ガチでただのラスボスバーディ。魔王が友人のことで反応するところはしょりすぎじゃね？あそこって結構重要だったと思うんだが、尺的に魔王が生徒になって教室に現れるってところで締めたかったんだろうけど、クリフ考えるなら魔王を打ち抜いて上半身消し飛ばしたところで終わりでよかったような。肝心のドリル魔法の見せ方も1期よりやっぱりしょぼかったし。書籍やらナローウェブでは絶壁の婚約者ってタイトルなんだが、絶望の婚約者に改変されてるのは、胸なしを絶壁っていうの地上波ではアウトなのか？今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。